それで息子です。久々にこちらイタリアのね、カンポゼンですね。独特なフォルム、これに非常に魅了されてます。こちらですね、まあ本当に大切な方からいただいた、一本です。本当に15年ぐらい前なんですかね、ある社長さんから頂きました。ずっと愛用しています。これで書くとですね、何かこうアイデアがですね増すんですよね。不思議な不思議な一本です。独特なフォルムは小さな小さなパワーを得る感じがしますね。そしてこの佇まいがいいですよね。芯の送り出しは回転式ですね。このように持ってですね、小さなペンなので取り回しが効きやすく、ラフにこう味わえる感じがしますね。そしてこちらのクロコダイルの片押しがまたいいですよね。本当に長く愛用している一本ですね。そしてこのキャップですけども、これをこちらに刺すことによってまた違ったペンを味わえることができます。また雰囲気が変わりますよね。本当に、よく考えられた一本ですよね。パッと置いても何か生き物のような感じもします。なんでしょうね、このライン見とれますね。そしてこのクリップもですね、まあシンプルですけども味わいのあるカバーに、レザーに合ったものをチョイスしているかなと思いますね。そしてこのラインが美しい。こちらもですね、本当にミニマムなデザインですが、このシンプルさがまたいいですよね。そしてこちらに、刻印でカンポデザインと表示されています。でここはですねシルバーですが、若干スモークシルバーっていう濃いめのシルバーになっていますので、より品がある感じに仕上がってますね。そしてまあこの片押しはきっと、まあ、安価なものだと思うんですね。そして芯はグッと回転式で取り出します。ちょっとこれ固めなんですよね、ここは。そして先がこういう感じですね。そしてここを回転すると、またこの芯もですね、ちょっとどういうのいくつか入るのを試したいなっていう試みはずっと持ってるんですが、この芯が結構長持ちするんですね。いい感じです。早速書いてみましょうか。本当に見とれますね。少しだけ書いてみましょうか。
つのボールペンのようにちょっと薄い感じですね、私にとってみれば。うん、カンポゼだ。非常にこう書いていてもですね、なんて言うんでしょう、この軸の心地よい太さ、細さがまた、いいですよね。で、ここはですね、こうしてこれを小さな小さなボールペンが入っています。この中身もカンポマルツォタイですね。またこの芯を変えて楽しむのもいいかなと思いますね。でキャップをはめてつけるとこういう感じになりますね。うん、確かにモンブランとかに比べるとインクフローがあまり良くないですね。この芯が少しまた試してみたいなと思います。こういう一品っていうのはですね、本当にさらっと持っていて何か存在感がある。まあ私はまあ職業的にデザインの仕事をしているので、こういうものをさらっと何気なく使うというのも、まあビジネススタイルでもありますね。本当にシーンを作ってくれる一本かなと思います。はい、どうでしょうか。本当に気に入りすぎてですね、笑顔になるぐらい、こっちですね、この小さな小さなペンですけれども、やはりこのデザインが加わることによって何かパワーがありますよね。この発想力、これは私にとっては非常にいい刺激になるんですね。こういうものを常に身の回りに置いていくと、またいつもとは違う発想が生まれるのではないかなという、ちょっとイタリアからのちょっと手助けを得てですね、いつも愛用しています。皆さんどうでしょうかね。何かこういう気持ちを変えるペン、自分の意識レベルを少し上がるペンお持ちでしょうか。ぜひ皆さんも1本だけ持っていてもいいかもしれません。もしこの動画が良くないときはいいねボタン、チャンネル登録もです。ではまた次の動画でお会いしましょう。